まるっときりまるです。皆さんこんにちは、きりまるでございます。今日は何をしていくかと言いますと、私の家族を紹介したいと思います。よくインスタグラムで登場してくるので知ってる方もたくさんいると思うんですけど、今日は初めてお姉ちゃんを YouTube に、今日はお姉ちゃんをお越ししましたので皆さんに紹介していきたいと思います。お越しします。お姉さんどうぞ。ではざっくりお姉ちゃんの紹介をしていきたいと思います。まず私たち兄弟4人いるんですけど、お姉ちゃん、私、弟、妹の4人兄弟です。でお姉ちゃんが3つ上で3歳差のお姉ちゃんです。名前はエミコです。はい、姉のエミコです。何が面白い。いつものね、よくまあ見慣れてる人はたくさんまあいると思うんですけど、うん、今日はなんか家族の姉妹のいろんななんかちょっと雑談をしていこうと思います。はい、写真は結構見たことあると思う人が多いと思うんですけど、多分動画の方が伝わるかな、うん、本当に仲いいのとか結構言われるよな、言われますね。そう、なんか多分見た目が私こんな感じでちょっと強そうとかクールそうとか言われるのと、うん、妹めっちゃふわふわで可愛らしい、真逆なんで、うん、多分噛み合うのみたいな、うん、でも兄弟じゃなかったら絶対仲良くない見た目、ね、今日はいつものまあ性格めっちゃ一緒なんですよ。見た目が違うだけで中身絶対一緒で、逆にこっちがこっち寄ってるんじゃねえかっていうくらいめっちゃサバサバ系なんで、はい、そういうきり丸ちゃんのね部分とかもまあ姉である私が引き出していけたらなと思ってます。昔から一緒に住んでたので、今は別にところに住んでるんですけど、はい、まあ、幼少期とかの話から、うん、みんな気になってると思う。一人でなかなか幼少期の話とかしないから、うん、やっぱお姉ちゃんと一緒に話した方がいいんじゃない。なんかまあもともとこんなに仲良くはなくて、学生時代とかねめちゃめちゃ仲悪かったよな。めっちゃ仲悪かったです。本当に悪かった。常にお互い無視みたい。いや私はでも割と無視はそんなしなかったよ。そうやったっけ、うん、お姉ちゃんが高校生の時まで性格やばすぎて、でお姉ちゃんの中の反抗期だったと思うんですよ、が高校生だったと思うんですけど、本当にひどくて基本無視、もう何でもね、姉ちゃんみたいな、エミ姉ちゃんっていつも呼ぶんですけど、エミ姉ちゃんなんとかでさって言ってももうなんていうの、空気、私空気、ずっとなんかこんなもうずっとで、でなんか本当にコロッと変わって、なんかキリみたいな、キリさんなんとかなんとかしてくれって言ってさ、あいいよって言った瞬間さ、で私に頼ってきて用事終わったと思ったらもう速攻のためっちゃちゃんと、お姉ちゃんさっきのさみたいなの、は何はみたいな、やばー、うん、でも全然そんな思い出みたいなのなくて、私結構思春期でめっちゃ反抗期で、家族に対してもそんな感じだったんですけど、なんかそれを今さら聞かされて、いや持ってねみたいな持ってね、本当にひどかったです。特に私の弟に対して扱いがもうひどすぎて、もうなんか口癖がキモい、うざい、死ねえ、デブ、ブス、キショイ、もうこういうずっとこういう超イメージ悪くなろうしょっぱなこのエミやべえやろみたいな、ね、やば、思春期の頃はひどかった。まあ、ね、でも今はめちゃくちゃ丸くなった。まるっと言って、まるっと言って、二人で出かけるとかもないし、あんま話した記憶もないかも。まあやけん今はめっちゃもう本当に毎週のように遊びよねんけど、あの時の記憶って思い出せんよな。思い出せない。なんかアイドルとか大体こう、私お姉ちゃんやけん、うん、アイドルとかを例えば私がハマると多分こう真似っこしたくなるような、やっぱ3個下なんで、うんうん、まあある程度私についてくるし、うん、お姉ちゃんのこと真似っこしたくなる年齢だったんですよね、うんうん、私が例えば平成ジャンプにハマってグッズをめっちゃ集め出します。そしたら妹もめっちゃ平成ジャンプにハマって追いかけてくる。私それにめっちゃイライラしようって。なんで真似するんとか言って多分めっちゃ言おった気がする。言ってたかも、うん、多分その時のエミコ少女は私は私オンリーワンみたいな中二病真っ只中だったんで、その真似っこしてくる妹に対してなんとてめえって思ってた時代がありました、ね、私が中学校の時に高校生だったから、私よりもお金を持ってて、なんかいろんな雑誌買ったりとか、うん、で結構お姉ちゃんその時から美容に詳しかったから、なんかいろんな欲しい写真集とか雑誌とかいっぱい持ってたから、お姉ちゃんが学校に行ってる間にこっそり雑誌とかをちょっと借りて自分の部屋で読んだりとかしちゃった時に限って帰ってきて、雑誌がねえんだけど怖くない、は綺麗、怖い、雑誌どこみたいな。で私もさ、もう怖いから、もうお姉ちゃん怖いでしかなかったから、なんか、え、知らん、知らんじゃねえやろなんか嘘ついたら知らんけんなみたいな感じだったの。めっ
っちゃ怖かったの。怖いなぁ。本当に怖かった。脅迫みたいな。お姉ちゃんが帰るたびビクビクしてて、弟と一緒になんか、たまにお姉ちゃんが友達に泊まりに行ってくるとか言うと、嬉しいみたいな、怖くないみたいな。で、その時にお姉ちゃんの部屋に勝手に入って、お菓子食べたエリー。めちゃめちゃ性格悪いやんな。やばかった。でもこれ気づくのは多分、人に言われて気づいたんで、その時のまあ、恵美子少女はちょっと荒ぐれてましたっていう幼少期エピソード。うん、あとね、うちんちめっちゃ貧乏なんやったよね。貧乏。もともと。ね、今こそ、こうやってお互い働いてさ、ある程度ちゃんと社会人やってるんで好きなもの買ってちょっとキラキラ見えるかもしれないんですけど、うん、幼少期めっちゃうちら貧乏だったんですよ、うん、もうとにかくボロボロな家県営のね団地に住んでて、うん、4階の団地の4階で階段だけでねなんかお風呂とかめっちゃひび入っとったの、天井とかめっちゃひび入っとったの、あとさシャワーがないんですよ、まさにそう、シャワーがないけ憧れてた、シャワーがあるお家が憧れたね、あと、いい匂いするシャンプーとか使わせてもらえんかなかった、そう、え、けん、例えばイオのトップバリューの、うん、なんかあの198円のシャンプーみたいな、そうそうそう、たまに石鹸、普通にあの体洗う石鹸を、まあ、昔はシャンプーとして使ってました、そうそう、で、なんか、うん、お母さんの合言葉みたいなモットーは、まあ、使い続けばサラサラになるっていう意味が、分からんけど、本当にサラサラになった、なんと、うん、めっちゃキシ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 するシャンプーでも使い続けるとサラサラになったけど、マジやんって思ったけど、それはサラサラではなくてキシキシの極みで、もうキューティクルなくなった。友達ん家行くとさ、シャワーもあるしシャンプーもいい匂いなんてやつ使えるけん、うん、嬉しかったよな。嬉しかったね、うん、懐かしいな。なんか窓ガラスも結構バリバリやったけん、お母さんがガムテープとかテープで貼っつけちゃったよな。で、新聞紙とか貼ってタンスにも穴が開いてるから新聞紙で穴塞いで、うん、やってたやってた。そう、もう絶対なんか白米味噌汁、野菜炒め、ご飯なんかもうサラダもキュウリだけキュウリにこうまどれかけてサラダ、でもそれがサラダと思ってあの生きてきた人生だったんで、社会人になってサラダって出された時にゆで卵、あの半熟みたいなのが乗っちゃった時、うん、衝撃衝撃、彩り野菜とか言ってさ、いろんな何種類の野菜もある時にさ、うん、何これって思って、めっちゃ衝撃的やった。キュウリって安いから多分お母さんキュウリしか買えなかったんか分からんけど、キュウリにごまどれやったよね。キュウリにごまどれまずいよなあれ。でしかも薄く切ればいいのにゴリゴリのそう、厚切りベーコンかのようなキュウリがドドドドンドドドドン、薄切りバンバンバン、そう、それで育ってきた私たちです。でしょ、お金ないから外食とかも行けないから、うん、基本ずっとお母さんがまあ作ってくれててね、毎日ちゃんと作ってくれるし、朝昼はそれは本当に感謝してるんですけど、うん、外食行くの憧れたくない、割とあのうちらの外食は鳴門うどん、大分県には鳴門うどんって言って、シングル、ダブル、トリプルっていう一玉、二玉、三玉、もうその三玉分食べようが一玉分食べようが値段一緒だよって有名なうどん屋さんがあるんですけど、うん、そこのうどん屋さんに、まあその時はまだ家族4人だったんで、でそれをみんなで分け与えるんで、うん、4人で食べても1000円以下の、ごぼてんうどんっていう、そうそうそう、ごぼてんうどんみんなで分け与えてたのよ。そう、あれ衣しかない人もめちゃくちゃ安いよな、多分今は。あれ400円500円とかするはず。3玉で、え、もう4人で分けよったけすごいよな、うん、でも学校とかもそうやと思うけど、基本買ってくれんやんか、買ってくれんっていうか、筆箱もずっと一緒やし、鉛筆もずっと一緒やし、うん、あとあのボロボロの団地のアパートだったんで、うちんちとにかく虫がめっちゃ出てたんですよ、うん、なのでもうこんな可愛い顔してるキリちゃんなんですけど、虫めちゃめちゃ得意めっちゃ虫平気で、ほんとに大体虫は触れます、うん、あんま怖くない。しかもなんか触れるし、この子優しいので虫がね、いても私だったらよいしょって潰すんやけど、この子の場合、あ、かわいそうにとか言ってもうこんな感じで、もうちょちょちょっとあ、かわいそうに、よしよしよし、外に出ようかって言って外に出す団地の階段とかいっぱい虫がいるから、カナブンがおったら、なんかカナブンかわいそうで、カナブンとカブトムシって私の中で一緒やったよなだけど、うん、カナブンは絶対に砂糖水を餌にして、だからカナブン大事に持って帰って、家のトイレットペーパー、あ、うちんちまだティッシュがなかったから、そう、箱ティッシュがなかった、箱ティッシュが高くて買えないから、トイレのトイレットペーパーをティッシュ代わりに使ってて、だからトイレットペーパーに砂糖水浸して、カナブンをずっとそこにこう置いて飲ますっていう、知ってた。でもそれうちのお母さんもするんですよそう、お母さんに習いました。私も今一人暮らししてるんですけど、実家の名残があって、未だに箱ティッシュなくてトイレットペーパーでリビング過ごしてます。ガチガチ。友達来てもその男の人とかさ、彼氏来てもさ、箱ティッシュ渡したことないかもしれない。トイレットペーパー渡すの、やばいって、それはやばいって。
ってなんか、いやこの年になって結構トイレットペーパー家にあるのやばくない？え、やばいかな。なんかみんなからすればトイレットペーパーはトイレの中にあるもんね、うん、え、でもそれをトイレで使ったものをリビングで持ってくるんじゃなくて、リビングで開封したらもうただの実習じゃないっていう、うん、いや、あなたはそう思って置いちゃうかもしれんけど、うん、初めて見た人はえ、これトイレのトイレットペーパーじゃないって思うやん。え、でもそれ前置きすればよくない？これはあのリビングで開封したトイレットペーパーなので、大丈夫です。それはさ、今はさ200円とか300円払えばさ、うん、普通に箱ティッシュ置けるわけやんか。うん、置けば結論置けばっていう昔のエピソードを話してきたんですけど、まあ、キリちゃんはこんな感じでね、まあ昔からこんな感じでもなかったよね。すごい白目でタイツ履いて、白目でもうこうやって襲いかかってくるようなヤバい感じのなんか泣き出して言うこと聞いてくれんかったら、周りが靴下をこうやって感じでうわーギャーって泣きながら靴下うわーってお母さんが腹立つけど、お母さんに怒ったら、お母さん怖かったから、うん、もうこんな怒りを抑えるのに憎しみを靴下にこうぐわーって靴下や穴開いてました、こう靴下っていう感じで、まあ幼少期やばかったんですよ、うちら、うん、やばかったんですよ、ね、仲良くも悪かったんですけど、うん、まあ私今25歳で妹が22歳、はい、今はめっちゃね、もう親友みたいな感じ。今はめちゃくちゃ仲良いですね、うん、なんか誰よりも心開けるよな、うん、なんかあっても一番に話す、何でも隠すことがないかな。隠さなくてもどう思われようが、うん、妹って家族なので、うん、姉妹っていうね、境地は最強です。はい、ということで今回はお姉ちゃんの紹介をしつつ、昔の過去の話だったりとか、いろんな姉妹エピソードを話してみました。そしてお姉ちゃんが3月から東京に上京することになったので、ね、なんかせっかく紹介してこれからいっぱい動画撮りたいなって思ってたんですけど、ちょっとお姉ちゃんとはもうあんまり撮れなくなるかなと思います。そう、うん、まあ遊びに来てね、うん、来たら撮ろう。うん、撮るなんだそれ今の上辺っぽい。上辺っぽい。あるわ。ぽやもんて、ぽやもんて。はい、ということで皆様、本日も YouTube を見ていただき本当にありがとうございました。ありがとうございました。ではまたね。